っていくっていう形じゃないと多分きついから。そこで提案が僕あります。僕最近ですね、この少子化の問題をものすごく深刻な問題と捉え始めていて、ね、今安倍政権が成長戦略とか言ってるけど、人口減っちゃうんだったら成長も何もないと思うんですよ。それでね、あの社民党のもう手厚すぎるぐらい、あの収入とかその弱者に対して保護するっていうこのポリシーを、子育てシングルマザーと、それからあの育てない経済的に困窮しているけれども子供がいる人で、子供いないのはもう嫌だっていいっていうのに限定すると、おじさんとかおばさん関係なくなるので、で若者全体の保護じゃなくなる、子供がいるだけだから。例えば生活保護は人頭割りにする。子供が1人いるとそのお母さんは2人分もらえる。これダメ。でも今の自民党はとりわけ都会にいるシングルマザーなどの生活保護を引き下げるんだよ。だからそれをガーッとしたし、でこれはね、成長戦略に直結するんです。でもね、例えば少子化担当大臣に国有地を関与しようってやったんですよ。だけどね、分かりにくいんだよね、国有地がどんな価値があるものとか。でも待機児童を解消するためには基礎自治体がお金がないし、あの東京って土地がないじゃないですか。だから国有地を関与しようってのは良かったんです。それ一部の政策の一つとしていいんだけど、もっと全体で ね、成長戦略には人口減ったらダメだろうって誰も突きつけないんです。でこの間自民党の人に話してると、そうなのとか言ってるわけですよ。全然話にならない。だからあの割と今まで特に自民党が、子供がちっちゃいうちはお母さんが家で見ることとか、そういう感じでやってたから、それをね、夫婦別姓も OK で、もうそれからシングルマザーもガンガンで、夫婦別姓も家族は壊れるから罰とか言ってるの。そんなこと言うやつがもう言わないんですよ。でもそういうこれ自民党のね、山田玲里子とか言ってるんですよ。だからそいつらを落とすため の、はい、あのね、一つ論点作るべきだ。そうするとすごい、だから、はい、確かに福島さんがね言ってるような安倍政権の性格は僕も本当に終わってると思うけど、それに対してあれはダメだって言うんじゃなくて、私たちはねもっとこうしたいということにして、それが魅力的なのはダメなんですよ。例えばさっき僕ね、僕思うんですけど、労働市場は僕はねもっと有望化していいと思ってるんですよ。で何が問題かっていうのは、正社員になれないことじゃなくて、正社員じゃないか生きてきない世の中の方が問題なんですよ。派遣とかフリーターでも何らかのセーフティーネットがある世の中の方があって、僕はね日本の会社ってもっと簡単にクビにできていいと思う。だって本当にサボってるやつとかいっぱいいるんだし。でもね、いやでもそうじゃなくて、会社クビになったらもう来月からどうしようっていう風になっちゃう今のこの社会の方が、そうそう、だから私も流動化がちゃんとそのクビになってもいいですね。オリジュン登場です。あ、こんにちは。ぜひ社民党から出てください。だから正社員をね、これ誰もが正社員になれて社会を戻すよりも、フリーターや非正規でも生きていける世の中でした方が絶対生きていく。それでね、僕ね一個言ったらいいと思うのは、今公務員が400万人、これ任期10年制にすると一気に400万人の雇用が流動化して、で10年で局長を辞めなきゃいけないんで、局長も募集するとかね、10年ターム制っていうのを入れたらいい。こうなんですよ、まあ、いろいろ魅力的なところもあるんだけれども、じゃあ10年経って、10年経ってそれでどうなるかって。だってね、10年もあの国家公務員やってたらいくらでも能力取るとかあるんですよ。そういうふうに動かすこと、僕も動かんと全く一緒で、動かすこと前提にした。動かすことがもちろんいいのかもしれないけれど、もう一つの受け皿がなかったら、単なる失業者が出るだけだよ。受け皿だって400万人流動化したら、いやだから動かせばそこに行く人がいるから、こっちが開くんだよ。こっちに行くんです。動かせば。で今の問題は適材適所ができてないことなんです。でも一つは受け皿がないことが一点と、それからもう一つはあの派遣や契約社員で生きていける仕組みになってないことなんですよ。生きていける仕組みを作るんですよ。もちろんセットですよ。その上で僕は雇用セットでないとダメなんですよ。いやだから僕はね、雇用年金、雇用年金やりまして、健康保険の今の制度も次より必要です。そう。それからね、失業保険を2年です。2年かもう知らないでもいいんじゃない、もうちょっと短い。
そうだから、うん、知らなかったのは 73.5% ですね。スウェーデンとかだったら失業しても罰じゃないわけじゃないですか。失業したらスキルアップをして、とりわけ40前ぐらいだよね、スキルアップしてもう一回大学に行くとか。はい、うん、なんでそういう社会になってるかって簡単なんですよ。世の中の人事部のやつって転職してるやつほとんどいないんです。それ自分の人生肯定してるだけなんです、おっさんが。だからそいつらが長くいられない仕組みを作んなきゃダメなんです。あのね、もう人事部のやつなんてね、基本ね、他で使い物にならないから人事部にいるんだから。そう、もう最低ですよ、大企業の人事部のやつ。でも今の話でね、あのその少なくともその受け皿が必要、受け皿を作ることと同一価値労働、同一賃金、それがないんだもん。それ両方作らないと単なる首。何その同一価値労働、同一賃金って何ですか。例えば人によって違うよ。いやだけどそれを同じ仕事をしているんだったら、同じ仕事してても能力あるやつと能力ないやついるから、同一賃金ダメ。同一賃金にすると必ずフリーライダーが出てくる、サボってもらうやつが。もうそういうやつもう山ほど見てきた。でもね、一方でそのなんで同一価値労働同一賃金って言うかというと、パートだったら安くて当たり前ってものすごい低いわけじゃないですか。だからそれってもちろんだからその中に能力評価はあるんですよ。オランダ方式とかでもいいと思うんですよ、この際ね。で、でもな、これ僕思うのがね、やっぱ福島さんね、僕らは多分ね、何を倒さなきゃいけないかでは一致してるんですよ。で、その時にこうじゃあそのオルタナティブとして代わりに何を打ち立てるかが出てると思うんですよ。その時に福島さんがやっぱり僕らと距離があるなと思うのは、やっぱり福島さん心のどこかでね、昔のリベラルのイメージ、昔の左翼のイメージで、ここは優しいことを言ってこなきゃいけないというところ、相場にね、ちょっと力引きずられてると思うんですけど。で、だから思うんですよ、もう市場を肯定し、競争も肯定し、それがフェアであればいいっていう、やはりそこにいっぱい一回立ち戻ってね。で、その上で競争がない社会ではないし、やっぱりすごく僕思うのが、もっと未来の話していいと思うんですよ。つまり福島さんは今労働市場を流動化させると大変なことになるから、とにかくみんな正社員にできる仕組みに戻した方がいいっていうわけですよね。でもそれって1年後2年後のことを考えれば正しいのかもしれないけれど、なんか5年後10年後のことを考えたら自爆コースなんですよ。で、それ分かってるはずですよ、福島さんは本当は。だからそれよりもフリーターや正規雇用でも生きてくる世の中を作る方が現実的だし、その方がみんな望んでるってことを分かってるはずなんですよね。だからそれをはっきり言って半年後の選挙に勝つために、いや違う、やっぱり5年後10年後の理想を言えなくなってるんですよ、逆に。変な話 で、ね、でそれが本当に左翼のあり方なのかってことなんですよ、うん、でもね、産業競争力会議や規制改革会議だからね、じゃあそこを5年後にはこうするためには受け皿が必要だとか、だから もっとね、ポジティブなビジョンと、ね、出して戦うべきだと思うんですよ、リベラル勢力なんだから。でなのに何かこうこのままだと自民党のせいでこうなってしまうよっていう、まあ、失点を数える戦法でばっかり攻めすぎていて、その結果社民党の言ってる通りの世の中ができたら、これ実際のマニフェスト細かく読んだら細かい層がいっぱいあると思いますけど、イメージですよ、世間一般が抱いている社民党のイメージでは、社民党のイメージ通りの世の中を作ったら、旧自民党のね、野中公務とかが作っていたものと、野中公務とかが作っていた自民党とあまり変わらないものができるんだと。やはりこうイメージの問題だね。で、安定してる代わりにすごい窮屈な、やっぱ談合主義日本みたいなものが戻っちゃうんだっていうふうにみんな思うはずなんですよ。そうか、あんまりそうではないんだけどね。だからそれを明確に打ち出すためには、きちんと目の前のことだけじゃなくて、ちゃんと理想の未来みたいなものをちゃんと語れると思うんですよ。その時に僕はやっぱとにかく自民党の反対を言うんじゃなくて、規制緩和、労働市場の緩和自体は OK、 ただし政府理念をしっかり張ることが条件だってことを、例えばちゃんと言うことだと思うんですね。すいません、ちょっと遅くなりまして、ちょっと今実家暮らしなんですけど、僕やっぱりね、会社を飛び出してやっぱね、フリーランスで働くってね、すごくやっぱりこう大変だと思いました。それに社会制度がやっぱり追いついてない、保険料も含めて年金の制度も含めて、なんだかね、フリーで働こうと思うと手続きもすごく煩雑だし、やっていくことがすごい大変で、ただね、僕 NHK にいるときに一番これ問題だなと思ったのは、なんで会社を辞められないかっていうと、家のローンを組んでるからっていう理由がすごく多いんですよ。僕はね、このね、正社員の仕組みでね、残念なんだけどね、金融の制度も一緒に変えていかないといけないと思うんですよね。フリーライターになってクレジットカード
ードが作れないとかローンが組めないとかこうやってすごい大変で、やっぱり、ね、フリーランスになった人たちがいかにこうお金を借りられたりとかするようなそういう制度設計していかなきゃいけないと思うんです。じゃないと本当に会社組織っていうのは硬直するなと思う。正社員で30年働いて大丈夫なんだと思った途端に、残念ながらもう日本でのこのなんて言ったらいいのかな、社会主義的なねこうぬるま湯体制っていうのはもうすでにあって、やっぱりね自分たちできちんと外に出て行っても金が稼げるんだと、ね、会社をクビになっても大丈夫なんだっていう制度設計をどんどんしていかなきゃいけないんじゃないかな。まさにね今の話は金融機関っていうのは確率論でやるので、昔の確率やっちゃうんですよ。ところがでもねそれはね今だって大企業でいつ潰れるか分かんないでしょ。シャープなんてもう事実上潰れてるわけですよ。でシャープの社員なんかでみんな貸さないですよ今お金、だって会社潰れちゃうから。で、まあ、今そういう時代になってるので、ってなるとやっぱりセーフティーネットを企業に求めるんじゃなくて国がやるべき。その代わりにセーフティーネットは企業に求めない。だからもうこの間ねダボス会議に行った時にね、日本の経営者がこんなこと言ってたんですよ。日本は見かけの失業率は低いけど企業内に仕事してないやついっぱい抱えてるから、これがもう日本の会社の CSR なんですとか言ってね、恥ずかしいって言ったらないんですよ。そんなことしてたら会社潰れちゃうから、だからそこ分けない。だから企業の正規社員を義務付けるとか企業に何かやらせるとかそういうのやめた方がいい。その代わり社会のセーフティーネットをもっと厚くする。今この箇所になれば全国で10万件から20万件を順番セーフティーネットがないにもかかわらず追い出そうとか、セーフティーネットがないにもかかわらず解雇のルールの規制が待っている。これはね同時にやってきゃ意味がないんですよ。同時にやってきゃ意味がないですよ。ただ単にセーフティーネットを強化するって言っても財源の問題をはじめとして誰も納得しないと思うんですよね。そうではなくてセーフティーネットをしっかりやる代わりに、やっぱこれからはっていうのはあんまり正社員にはなれないというか、まあ、労働市場はもっと流動化させますので僕いいと思うんですよ。だってこれ僕こう思うんですね。今の自民党っていうのはやっぱり足りないものは家庭で勝手に補えよ、お前ら勝手に努力しろなんですよ。で社民党とかね共産党っていうのは足りない、今まで通り企業が負担しなさいなんですよ。で僕はどっちもね負けるシナリオだと思うんですよ。現実的じゃない、はっきり言ってそれはもうね、あの今大きな政府って批判されがちだけど社会がやるしかないです。でそのために無駄をいかに無駄を減らすかっていう勝負をしなきゃいけないんです。全体の効率性を上げるためにどこをさらに効率性を上げてどこを手厚く効率を無視しても保障するっていうバランスの問題で、今は今企業にどっちも求めてるから、今企業に税金も納めろ雇用も守れって言ってるから、だからおかしくなっちゃうね。あとやっぱりこうなんて言ったらいいのかな、個人がいろいろこう起業したりとかするにもやっぱりこういろんな支援っていうのが足りないですし、僕はね今ある企業に全てを丸が変えさせるのはやっぱりね限度があると思います。で働きに行けるんだったら日本国内だけではなくていろいろな海外も含めてね、どんどんこう雇用の流動性、人の流動性っていうのをもたらしていく、そういうね社会を作らないと、もう今あるパイの中で全部やろうと思ったらもう全然太刀打ちできない。しかも今の会社ってグローバル化が進んでるから、どうやったって安い労働力と多言語を扱えるような人材を入れようとしてくるので、今こう国内で今の状況で何て言ったらいいのかな、英語もなかなか難しい、そしてまあいろんな技能っていうのもそんなにたくさんはないみたいな、そういう中で既存の企業にやるのは無理で、もっと新しいいろんな多様性のある能力を持った企業体に対していろいろ支援をするとか、だからそういうことをやっていかないといけないと思うんです。はっきり言って今の残ってる企業ってこれまでのこうバブル崩壊後以降のグローバル化の中で相当疲弊していると思うので、彼ら自身に国内を抱えろっていうのは厳しいんじゃないかなっていう感じです。クラスの先生が担当するんじゃなくて、このいじめ対策委員会つまりチームで担当する、でもこれはさっきのね宇野さんが言ったそのパッケージとしてやらなくちゃいけないっていうことだと思うんですよ。今言われてるのは雇用の流動化と解雇の規制のルールの緩和化、ホワイトからエキゼンプション、労働時間規制をやめますよ、それで残業代払わないようなことを議論始めてるわけですよね。でも雇用の流動化って分かるんだけれど、じゃあ日本にちゃんと受け皿があるのか、ちゃんと受け皿とかの新しい産業も
ぱちゃんと作るとか、そうしないと単なる社会からの排除になっちゃうんですよ。受け皿作るのは経済成長しかないんですよ。単に公共事業を費やしたって受け皿だから経済成長しかない。だからそこは安倍政権がやるから社会的に言わなくても大丈夫。安倍政権がやるのは10年間に200兆円使った国土強靭化計画で、それで受け皿になるとは思えないですよ。古いやり方です。ただね、受け皿を作るっていう言い方になっちゃうと、受け皿を作るって言い方になっちゃうとあれしかやることなくなっちゃうから、新しい産業とかやっぱり自然エネルギーとか地方分散型のやるべきですよ。自然エネルギーなんてね、経済効果全然ないんですよ。生産効率が悪いから。やっぱり大きすぎるんだと思うんですよ。自然エネルギーの分野でとか、あの科学分野でねやっていこうって言っても、じゃあそれでどれだけの雇用が生まれるのかっていうと、そこにどれだけの人が参入できるかっていうと、それはねちょっと僕は疑問が残る。やっぱりこう小さい 2,3 人のコミュニティの中からどんどんその社会参画して、小規模のもありますよ。何もしてくれない。マスコミがこの問題取り上げて、ここで大事なのはやっぱ福島さんがね、やっぱこの動画を見ていたりとか、この会場に集まっている人たちに、私たちはあなたの味方ですと言うために必要なことっていうのは、もうこれからの社民党は、まあ、僕は当面も変えてほしいと思ってますけど、これからの社民党というのは、もう規制緩和も経済成長も是々非々ですと、ね、もう嫌がりませんというふうに言うべきだと思うんですよ。経済成長は別に否定なんかしてないですよ。経済成長した方がいいに決まってるじゃないですか。福島さんでこうやって処方箋を聞くとね、どうしても、ね、自然エネルギーだとかね、いわゆる昭和の左翼の中でイメージ的にありだと思われている選択肢の中から選んでるんですよ。きついこと言うね。それがなんかどうしても僕たちに、この人たちは、きついね。いや本当そうですよ。でもこの人たちは僕たちのことをお客さんだと思ってくれてないなって思っちゃうんですよ。でその時に自然エネルギーはね、やらないように僕やった方がいいと思いますよ。でもそれが決定打にはやっぱりならないじゃないですか。所詮1ジャンルだし、ね、そうではなくて、これからの社民党って、とにかく敵は昭和の自民党政権が作った古い日本でいいじゃないですか、この際。だからこれからっていうのはガンガン規制緩和して、でセーフティネットはしっかりと張ると、ね、で外交に関しても全然引きやると僕は本当思うんですよ。今の日本の若い人のボリュームゾーンっていうのは、社会保障に関してはやや左寄り、再分配を国家がしっかりやりましょう、セーフティネットを企業じゃなく国家が張る、そして外交安全に関してはやや右寄り、なんていうか、自衛隊は軍隊だと認めた上で常に是々非々で外交していこう、そのことが将来的な対米独立にもつながっていくっていうね。それで規制緩和とか文化に関しては明らかに自由化の方向に行く。それを右寄りと左寄りか左寄りを呼ぶかはちょっと僕は微妙だと思いますけど、ここはボリュームゾーンだと思うんですよ、若い世代の。でそこを取りに行ってくれる政党が残念ながらないんですよ。そのことがやっぱ僕らの不満なんです。例えばワーキングプアとかああいう話にしてもね、労働組合にそんな人はいないんです。今労働組合っていうのは既得権益の巣になっちゃってるから、もう親父たちがもういかに自分たちだけ楽しく生きていこうかっていう老人クラブみたいな、もう組合の意味全くないわけです。確かに。ただね、一人でも入れるユニオンだとか、個人でユニオン作って、だってグッドウィルの時とかいろんな時にユニオンの仲間を応援したり、一人でも入れるだけどね、よく考えたらね、このクソ忙しい不景気の時にね、なんであんなとこでデモしてんだろうと思ってね、それがね、会社に金もらってデモしてんのが当たり前とか言われると、もうなんか昭和の確かに NHK にも労働組合あるけれども、僕も辞めるとき NHK の労働組合にはなかなか相談する気にはならなかったね。やっぱりこう労使一体になっていろいろ物事が決まっていて、ただし今福島さんがおっしゃったようなフリーランスが入れるユニオン、あれはね結構すごく稼働していると思う。ああいった小さいユニオンっていうのはどんどん作っていって行くのは必要だと思うんですね。だから今これまでの既存の組合とは違う新しい組合の形みたいなのは作っていった方がいいと。実はそういう組合の人たちとやってきたって感じなんですよ。
第3それはね、いじめで悪いそれはね、世間の人たち全然伝わってないですよ。だから今福島見る方がね、インターネットを通して若者に訴えるべきは、私たちは既存の労組みたいな、既存の労働組合みたいな、もう使えないね、形骸化した連中のことは軽蔑してますと。で、はっきり言って、いや違うんですよ、はっきり言って日本の左翼って舐められてると思うんですよ。だって小沢一郎ですよ、緑の党でしょ、ありえないだろとかなんて言わないんですか。いや日本緑の党とか、あんなのね、ただの茶番じゃないですか、どう考えても。ただの茶番じゃないですか、日本緑の党とか、どう考えても。で、小沢だろ、ありえないだろとか、本来は福島さんが言わなきゃいけないんですよ。本気で脱原発したいやつは小沢じゃなくて私に投票しろって言うべきなんですよ。私言ったんですけど、だって私ずっと脱原発で、あの国会で質問したら、だって、ね、国会議員になった後脱原発最初に質問したら、労働組合から怒鳴り込みに来るわけですよ。ふざけんじゃないって。いや、だからそれこそ労働組合ダメなの。いや、なんか、いや、じゃあ特定のね、全部ダメなわけじゃないんだけど、だからそうなんですよ。でもまあ自分で言うとなんか偉そうじゃないですか。それを言うことによって、あ、福島みずほって今の社民党というのはもうそれで優等生的なね、学校学級会で優等、学級会で先生に頭撫でられるような政党じゃなくて、もう本音で向き合ってくれるんだって初めて証明できるんです。ほらちゃんとマイク渡す。そうじゃなくてね、衆議院選挙の時に社民党は元祖脱原発でうち本家本元だと言い放ったら、結構他の党から文句言われましたけどね。いいじゃん言われたって。ただね、原発の脱原発にしてももっと具体的な、しかも現実的な話をすべきで、もうここ四半期ごとの GDP でね、輸入額っていうのはものすごく増えてて、もう貿易収支赤字なのは明らかに燃料費の高騰なんですよ。だから能力的に原発を止めてやっていけることになってるけど、ものすごい赤字垂れ流して原料を買ってるわけでしょ。これ長続きしないじゃん。じゃあその中間どうするのってこと。天然ガス高く買いすぎてるんですよ。いやでもそれはあるけど、ないんだからしょうがないじゃん、外から買わなきゃいけない。契約で。いや契約はロングタームの契約はしょうがないんですよ。僕ガス会社だったから昔、いや20年契約とかする代わりに安定で調達するから、だから料金いじなくていいわけで、円高になって、でも今円安だったからまた長期契約の方が良くなってきてるんですよ。っていうように、それ市場の原理のところに文句つけてもしょうがないんだけど、やっぱり原発が安かったっていう事実はある。で今はもう原発は安くない、もう全然安くない。しかし今ある設備の中で、じゃああれはもう20年間も今すぐ全廃すんのかって言ったら、僕そうじゃない可能性もあるじゃん。だってどっちみち燃料は半減期までさ、危険なんだとかいうね、現実的なことをちゃんと言わないと民主党と同じになっちゃうんです。民主党もわけわかんなかったから、全廃って言ってみて、じゃあどうするのってやっぱり動かしますとか言ったり、要はちゃんとした道筋を言わないですか、民主党代表が隣に来たと。ちなみに福島さんの方が人集まってる。今ね、原発についてはただね、今あのそれこそ NHK の地震大地震じゃないけれど、あのこれからね、今地震がたくさん起きてるし、日本の原発は地震に耐えられないですよ。だけどね、燃料プールにあるやつは地震起きたら一緒じゃん。いや危ないよ。危ないの。だからそれは今の原発止めてる区域だって危ないんです。いや燃料棒がバラバラ。いやそうそうそう、あれね、震度6までしか耐えられないの。だからあれ動かしてる動かしてないに関わらず危ない。いやところがね、実際浜岡もそうだけれど、原発が動いている時に地震が起きて制御棒が入らなかったら大暴走になっちゃうんですよ。当然ですよね。だから動いてなくても動いてても危ない。ただし動いている時に地震が来たら大暴走になっちゃうんです。じゃあ断層がない原発を動かしてもいいかもねっておっしゃってる、言えばいいじゃん。断層がない原発なんてないですよ。原発の話に関してはリアクターその
のものの安全性云々よりもまず徹底的に遅れているのは事故が起きた時の周辺のインフラや避難の経路の確認や指示系統や、まあ、政府と、まあ、霞が関の間のですね指示系統の整理とか周辺環境整備を先にやらないといけない。多分今言った通りあって地震があってもなくても建物がそこにあってもなくてももし何か有事があったらそこが危険のリスクになるんであって真っ先に止血するのは周辺環境整備だと思うんですけど、あってもなくても危ないんだけど動いている時に、地震があって事故になれば制御棒が入らなければ大暴走だから危ないんですよ。浜岡とか動かしちゃダメですよ。原発の構造的に言うと制御棒が地震によって入らなくなるっていうのは確実にありえるけどすごい小さいです。だって電源装置の方が大きい。僕思うんですけどトータルでね今ここにいる人間たちは原発はリスクが高いからやめたいってことは一致してると思うんですよ。そうなの、そうなの、やめたい。でその時にじゃあどうやって現実的にね票を集めて脱原発に導くかっていうことは僕の考えで言うとはっきり言うと経済政策と折り合いをつけながら現実的なロードマップをね自民党は今何年言ってます？30年とか言ってますよね。もう30年とかふざけたこと言ってるけど、まあ、社民党だったらそれを10年でやりますっていうロードマップね。実はねロードマップを作ったんですよ。2020年までに原発ゼロにするというのでアクションプログラムを2回作ったんですよ20年。その時に経済政策その時もちゃんとオプションを作って経済はこれぐらい犠牲になりますよとかじゃあ経済の犠牲がこれぐらい嫌だったらじゃあこの2025年でこれですとかそういったものをちゃんと示して説得するってことだと思うんですよ。つまり原理主義に陥らないってことなんですよ。だからどうしても社民党や共産党の言ってることっていうのはイメージ的な脱原発というか原発というものに対して何かこう存在論的なあれを否定したいと原理的に否定したいというところを外さないことによってある種のキャラの人の支持を得ようという前提が働きすぎてるんですよ。そうじゃなくて原発もやはりすごい大事な問題だからこそ是々非々というかバランス調整でなるべく早い段階で脱原発を導き出しますよというふうに言った方が実は支持を僕はね浴びると思うんですよ。それもしかしてさ、ね、社民党はずっと脱原発と言ってきて護憲だと言ってきた政党だからこそその感覚がないのかもしれないけれど、だから実は私たちも即脱原発とは言わなかったんですよ。だからこれは逆に批判を浴びたけれど2020年までのプログラムを作って、まあ、宇野さんが言ったようなきちっとしたそのお金の細かい計算まではできてないけれどドイツが2022年なわけでしょ。だから2020年、はい、僕ねもっと明らかにオープンにしていった方がいいのはじゃあね原発動かしたら誰がどれぐらい儲かるのかっていうような、ね、ことをどんどん明らかにしていって、ありがとうございます。いや僕ねやっぱりねその原発でねじゃあ原発の利権構造とか取材してみるとね例えば鉄鋼以下70の下請け構造が連なってたりそういうところでいろいろなねワーカーたちのお金がピンハネされているとかそういうのがね少しずつ明らかになってくるんです。僕はねやっぱり国会議員の皆さんにはね国政調査権もしっかり使ってもらってじゃあ原発マネーっていうのは一体どこにどれぐらい配分されているのかっていう全体図っていうのをどんどん明らかにしてもらいたいんですよ。じゃあ原発を今動かしたらどのぐらいの会社が儲かるのか儲からないのかっていうその辺ね事実をね明確にしてほしいんですよ。でそれってなかなかねメディアでやろうと思っても時間かかってるのが現状で関西電力とか大井原発動かしてるのは唯一お金のためじゃないですか。原発で動かせば動かすほどいいわけだから。いやただねもうちょっとマクロで見ると本当に電気代がどんどん上がっていくっていうことに経済界を怯えているわけですよ。でねいやそれは政策的に電力代は上げてもいいんだその代わり雇用のところはいじるとかそういうふうにカード切ってくんならいいんだけど雇用は規制されるわ電気代は上がっていくわどんどん日本にいることで意味なくなっちゃうじゃん。そうだから動かせっていう話だからやっぱりもちろん経済成長をすればいいんですけど何かを切ると何かを手厚くすると何かを切らなきゃいけないという現実があるわけですよね。 そうでそのことに対して果たして社民党や共産党がはっきり言う勇気があるのかって問題なんですよ。例えば福島の例えば原発をなくすとする原発をなくすと原発で食ってる人たちが食えなくなるそれは直接原発で潤ってる悪いやつらだけではなくて末端の作業員とかあるいは原発が落ちるマネーのちょっと自治体
界一原発が落とす間接的なお金で食っている地元の商店街とかそういったところも補助金で食っているような人たちも含めて食えなくなると。でその現実を踏まえた上でちゃんとそれを言えるのか、つまりこう思うんですよ。なんで今の日本の左翼が薄っぺらいかっていうとね、例えば原発を批判するその一方で駅前の商店街は擁護するじゃないですか。だから あれってセットなんですよね。どっちも自民党の旧田中派のね、ばらまき政治の、そうばらまき政治の産物なんですよね。でだから駅前の商店街と郊外のショッピングモールだったら原発をなくしたい人間は郊外のショッピングモールを擁護すべきなんですよ。実はある象徴的な意味ですよ。あ象徴的な、それはだってその方が効率的で、ね、その方がいいんですよ。で、この自由度が高いから。でもなんとなく左翼の人たちはイメージの問題で、なんとなく資本主義っぽいとかね、なんとなくメジャーっぽいとか、そのイメージの問題で原発イコールショッピングモールを結んじゃうんですよ。違うんですよ。原発とイコールで結ばれるのは駅前の商店街の方なんですよ。それをなんか今の戦後の自民党が作ったバラマキ政治で作った自民党土建や農協の三角形みたいなところ自体をいかに変えていくかってことをしなきゃいけなくて、その時に批判されるというか、倒さなきゃいけないのは地元商店街の方なんですよ。だからその痛みっていうのを、じゃあ彼ら、失業する彼らをどうケアするのか、そんなこととかをちゃんと言えるのかと。原発をなくすということは地元商店街をなくすことだと。でそこで食ってる人たちのケアを、雇用を他に作らなきゃいけないってことをはっきり言えるのかってことなんですよ。もちろん言えるというかね、福井に行ったりどこに行っても地元どうするんだっていう質問はもちろん出てくるわけですよ。で、まあ、脱原発基本法案もみんなに生ぬるいと言われたけれど、まあ、2020年から2025年までに脱原発を実現すると。そのために廃炉法を作ったり交付金ばらまいてるじゃないですか。その交付金の中身も変える必要があるし、廃炉をするためには途方もない時間がかかる。だから、まあ、変な言い方は廃炉ビジネスみたいなこともあり得るんですよ。だから私たちももう錆びれるのも分かってるし、交付金が出さないと、交付金の中身を変えないと地元も倒れるのも分かってるんですよ。だから原発はやめるにしても交付金の中身をどうやって変えていくのか、廃炉ビジネスでどうしていくのか、地元にも痛みが生じることは分かってるんですよ。だからそれは地元にも言っている。でも全部の電気代が 25% 上がりますって言わなきゃだもん。 25% も上がるかな。上がりますよ。だって今の原発の廃炉費用は誰が出すの。万が一原発事故がこれからまた起きたら莫大な団地にしろがいいですよ。だからどっちにしろ上がるって言わないと。そうね。そうすると他に何がいいことあるんですかって言わない。宇野さんの話もそうだけれど、分かってるんだったらもっと正直に言えと。だから電気料金は上がるんですよ、申し訳ないが。どっちにしたって上がるよ。でもそれは原発を続けて事故が起きるコストに比べればみんなで分担しようと。まあそれでもいいけど、どっちにしろかかるから他のことでもっと日本頑張ろうっていう他のことを言わないと。つまりね、原発が維持してて壊れたらもっとかかるでしょっていうと説得力がガーンと落ちちゃうんだ。そうじゃなくて、その代わりにこういう新しいアイデアがありますとか、こういうもっと日本全体が効率的になるアイデアがあるので、これを実現するのとセットですって言うと、なんかおお、なんか新しいことがあるのかなと思う。いやね、でその一つは老人をもっと、老人に対する支援をもっと減らすことです。もうどうせ死んじゃうんだから。65以上が1000兆円も持ってるんですよ、この国は。それが一番塩漬けされてて。でも実際に僕思うんですけど、やっぱり社民党のね、共産党のやり方っていうのはやっぱりね、足を引っ張る攻撃が多いんですよ、ネガティブで。この厳しい現状の中でせめてここに軟着陸しましょうみたいなことしか言って、この厳しい現状の中でせめてここに軟着陸しましょうっていうね、そういう消極的なビジョンが多いんですよね。そうじゃなくて僕こう思うんです。原発をなくすんだったらもう地方のこの町には数万人の人口を養う力は宿りませんと。なので
まあ、本当にこの町でなきゃ生きていけない人が本当にこの町に残らなきゃいけない人の2パターンしかもう残りません。数千しか残らないです。我々たちはもうもっと都市部に移住してください。でもそうやって人口は適正になることによって地方のはもっとみずみずしく蘇りますというポジティブなビジョンを出すしか僕ないと思うんですよ。それは素晴らしいと思う。そのね、コンパクトシティってずっと前から言われてて、みんなね、住みたい人がかわいそうとかいう、かわいそうでほっとかれてんだけど、そいつらを維持するための公共サービス全部税金でやってるんで、実はものすごい贅沢な人たちなんですよ、過疎地に住んでる人。そういうのを社民党が言うとすごい新しい感じ。僕ね、やっぱりあと社民党の皆さんにもやってもらいたいのはね、本当に国民一人一人の生活を底支えしようと思うんだったら、やっぱりね、 IT インフラとかをねもっと整備すべきで、既得権っていうのはやっぱりね、通信業者とかにもいっぱいあるわけですよ。もうだってね、 Wi-Fi みたいなものを街中で使おうと思ってもね、全部有料 Wi-Fi とかでね、どこ行ってもインターネットできないんですよ。これってすごくロスで、産業構造としてで、個人が今こうやって生きていくにはやっぱりこう IT との結びつきっていうのはすごく重要で、 IT のつながりっていうのは社会のセーフティーネットになって機能していると思う。でもね、地方に行ってインフラあるのに IT 高速通信も岡山県も整備するとか言ってすごいたくさん通ってるのに全然使えてないんですよ。何やるにもね、通信会社にお金払わなきゃいけないみたいな状況になっていて、彼らの既得権をきちんと解放していくっていう、そういう提案をどんどん社民党をやっていったらいいんじゃないかなと。元 NHK と元 NTT が言ってるから間違いないです。いや、あれですよ、あの IT 国家を作ると言っていて、バカみたいに IT にお金を取り込んでいるが、既得権益にお金をぶち込んでるんですよ。だからその、IT でパスポートが取れますって言って、だって一冊取るのになんかものすごいお金だよね、使われてないわけ。そんな IT でパスポート取る人なんかあんまりいないから、莫大なお金だから今度、マイナンバーっていうのはあれだけど、それは簡単なんですよ。 IT でパスポートをね、違う、その代わり人を減らさなきゃいけないんですよ。イミグレーションの入管 の成田空港の入管のあいつらめちゃめちゃいい加減な働き方してます。で、人を減らすの反対するじゃん。いらないんですよ。だから IT パスポート、 IC チップ付きパスポートじゃないと、そのゲートが8割で2割しか人いなくすれば絶対増えます。ところが ETC の時もそう、はいはいはい、IT パスポートというのは IT によってパスポートが取れるよ、ね、それなりお金がものすごく使って、 IT がだから IT が第二の土建になってる。あのね、第二の土建なの。ちなみに言うと IT って2つあって、1つは富士通とか NEC とか NTT データとか日本 IBM とか、ね、つまりベンダーなんですけど、そうです、これは IT じゃないんです、単なるベンダーで、これに騙されたのが大公開プロジェクトだし、それからなんだ、あと僕ね、ネット投票、ネットの投票あるじゃん、あれも騙される可能性があると思ってるから、ネットでの投票、ネット選挙、あれはね、絶対俺ね、騙されると思うんで、あれはネット選挙は危ないと思う。だってね、あのデータを誰が持つかですよ。そんなことよりね、そんなのな、そんなのヤフーが持ってるデータとかね、ニコニコ動画が持ってるデータだってもうすでにすごいから、Google が持ってる全ての Gmail のデータの方がよっぽどヤバいんですよ。でそんなね、そんな問題なの、絶対ね、100万円でできるところに1億円かけちゃう。富士通とかに提案させるの絶対そうなの。年金問題が議論になってる時驚いたのが、あのバカみたいな仕組みに1兆円以上お金かけてるんです。それはなんでかっていうと、公務員の方にシステムで行動をかけるやつ一人もいないんですよ。だけどこれはなんでかっていうと、社民党が言うような雇用の固定化でこれ起きてるんです。例えば公務員は10年ターム制、任期制入れると、もう IBM 辞めたやつとかがいるわけですよ、発注側に。お前のなんだその盛り方はっていう理由に決まってるじゃないですか。そうやって雇用流動化するとね、そういう無駄もね減ってくるんですよ。あのね、これはね、この問題っていうのはね、まあ、例えばあの昔あの小泉が政権取ってた頃にですね、小泉支持者には例えば原発嫌いなやついっぱいいたんですよ。小泉支持者には脱原発派が結構いたんですよね。それなんでかっていうと、原発っていうのは形成界政治の象徴だからなんですよ。あれを潰したいから原発利権も潰したいやつっていっぱいいたんですよね。だからこれってすごい象徴的なことで、この先
に社民党が、社民党がこの先やるべきっていうのは、例えば維新がみんなの党がさっきも言ったようなあのいわゆる既得権益というかね、あとは昔独占、今 IT、 IT ベンダーみたいなところにあるようなものに対しての規制緩和要求を出したときに、それは競争原理だとか、それは市場開放という名のね、あのネオリベ政策だと言って嫌うんではなくて、共闘できるのかってことなんですよ。これはあの発祥源分離って、エネ庁長官が説明。